きチャンネル。こんにちは。アンダー24未来を見ろプロ野球選手予算5億円選手権。イエス。まあ、10億円フリー で12球団1人ずつ選んで10億円予算 で、はい、うん、で今回はネクストブレイク選手、はい、アンダー24だから24歳以下の選手だから2000年生まれ以降の選手で、予算5億円、はい、年俸の上がり幅を決めるっていう、はい、これがあの予算5億円じゃないですか、うん、いつもね2億円もいかないんですよ大体いかないよいかないでもあんまり2億とかにしちゃうと人いなくなるから、はい、そう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 でも若い選手いないからね。去年、うん、大穴で宮城投手行って1億6000万だったんですよ、ね、でかいからね。8000万アップとかありますからね。あるある、はい、全然ある全然ある、うん、一気にね。でもね今年なんかこう探してましたけど、うん、意外となんかそうドーンっていうのもいるかなっていうね。そうなの、うん、ちょっと難しいですけど、うん、まあ、じゃあ行きますか、うん、ピッチャーからね。じゃあ先発ピッチャーからね、うんうんうん、だからピッチャーの場合、まあ、明らかにもう1軍でずっとやってる人は先発リリーフ抑えはあるけども、このネクストで行く選手は、はい、あのもう未知数だから、うん、どのポジションに入ってもそれはもう認めるでしょう、はい、そうじゃないとね分かんない抑えとか分かんないからね。でも今先発で出てても、うん、1回でも去年リリーフで投げてたら OK、 OK、うん、はい、分かりました、うん、であとはもう、うん、今年から新戦力で出てきたような選手はもうどこに入れても OK、はい、どこに入れても OK、うん、あと2軍にいる選手はもうどこに入れても OK、 はい、了解です。だからまあもう抑えは DH 枠みたいなもんだね。はい、その、うん、野手で言うね、はい、うん、もう私ここに行こうかな。いいですか、行きましょう。先発、はい、いい、よし、はい、せーの、佐々木朗希。あ、そう、あのね、迷ったんだけどポスティングと、私もポスティング恐怖症だから、うん、させないから、させない、もうしないですよね、うん、させないから。あ、じゃあ佐々木朗希行けばよかったかな万が一させる可能性あるよ。いや、ありますけど、うん、でも俺はもうそんなの、うん、いや、しない、させない、いや、しないですよ。わ、なんで今佐々木朗希言わなかったんだろう。誰、誰言ったの。あの、庄司投手。あ、庄司ね、はい、楽天、はい、じゃあリリーフ、はい、せーの、金村。お、日本ハム金村です。私は楽天打ち、うん、金村は先発するかもって言ってるからね、はい、新庄さんがね、うん、まあどっちになるか分かんないけど、はい、佐々木、うん、金村、でもピッチャーね、いっぱいいんのよ、はい、じゃあ抑え、抑え、いや、ちょっとね、抑えがねまだルーキーで西舘投手とか本当は行きたいところを自分でもう最初に行っちゃってますからね、うん、うん、他で選んだ選手は選べないから。そうなんですよ、今まで10億円12球団別で選んだ選手は選べないから、はい、私あのちょこちょこミスしてて、うん、私前提としては戸郷投手は待ってたら、うん、本当はここで行こうと思ったのになぜかさっき行ってミスってるんですよ、うんうん、でもここで余ってたら俺にも戸郷って言われてる、はい、まあね、そうですね確かにここは本当そんなビッグネームなかなかいないから、はい、いないからね、うん、はい、え、じゃあもうちょっと私ここで行ってみよう、はい、いいですか、はい、せーの、松山。あ、やっぱ松山だな。私、全楽天で押しました。俺は中日、松山、はい、松山ね、うん、はい、私、庄司、内、渡辺っていう、うん、もう楽天ばっかりやん。そうです、今まで楽天ほぼ選んでないんでここでいや、だからちょっと若手になってきてるって証拠なんですよ、チームがね、勝手に抜けてるからね、マー君とか。そうそうそう佐々木、金村、松山、よくないこれ。いや、いいっすね、うん、あー、佐々木朗希、でも行こうと思ったのにすっかり忘れてたすっかり忘れてた。あの、ラインナップには書いてある。俺はもう被ると思ってたのに。あ、本当ですか、ね、うん、そう、最初あの、ラインナップに佐々木、山下って書いてて、うん、で、その下に庄司って書いてて、うんうん、なぜかそこから行きました。どうしよう。だから俺、佐々木朗希かぶった次、山下俊平太行って、うんうん、みたいな。でもかぶったら、うん、俺は門別か、うんうん、あとあの堀田、はい、とか、うんうん、あとは金村を先発にして、うんうん、あのリリーフにあの松本とか入れようかと思って、うん、DeNA の、ね、いいですよね、うん、私も門別投手はリリーフで考えました、うん、ソタリとかもいたんですよね、うんうん、あとあれ吉田康生、うん、吉田康生入れようと思ってたんやけど、うん、
吉田康生でも良かったな。頑張ってるからね。うん、今ね、オリックスですごいですよね。そう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 。え、キャッチャー誰がいる？待って、いっぱいいるから。います？だってもうそうなんです。これなんか、ね、だってもういっぱいだってもういっぱいいるよ若手も含めたら。二軍にも。それだって一軍に出てるやつばっかり見るからいないだけで、二、はい、軍まで幅広げたらめっちゃいるから。いや、それはそうですよね。ちょっと待ってください。だからいないから。期待値でいこう。はい。はい。キャッチャー。キャッチャー。はい。せーの、松尾。うわー、かぶった。待って待って、私他わかんないって。ちょっと待って、松尾くん。いや、しかいもうそりゃそうやん。そりゃそうでしょ、ね、そりゃそうやん、それ一択やろ、まずはそこ、まずはそこからやろ。まずはまだペンチョクいるとね、まずは松尾くん、まずはそこからやん。なんかもっと秘蔵を知らないんですか、佐藤さん。だいやいや、まずはそこがまずドラフト1位だから。そうです、まずはそこからだから、だから俺もキャッチャーが一番早く決めれるやんと思ってたから。本当ですか、うん、いや私もラインナップ行ったんですけど、でもどうしようかなと思って。怪我してるやつがね。そうなんですよ、どうなるのかがね。あの子ね、うん、どれぐらいの怪我かね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、重症かどうか知りたいよね。そうなんですよ。今季戻ってこれますかっていうね。そこなんですね、うん、その球団結構ね、うん、怪我とか分かんないんですよ、うん、ギャンブルいっちゃう、ギャンブルっちゃう。どうした。待って、でもこの人以外にどうしようか。俺も現状3択やね、キャッチャーを3人控えてる。そんな控えてるんですか。そらだってキャッチャーいっぱいいるから。いや難しいなぁ、うん、じゃあまあここで、はい、はい、いくよ、せーの、内山。絶対そうやもん。もう俺はヤクルト内山にかけるわ、はい、私もう松川選手で、うん、乗っての俺はもう新藤、松川、内山にしてて、うん、はい、うん、内山はもう元気だったらいけるから、はい、いけます、ね、今のヤクルトを使うのは内山しかいない、はい、私はもう松川選手、出てくるかは分からないけど、うん、松川選手、うん、出てくると信じて、うん、はい、じゃあファースト、はい、ちょっとここでいってみようかな、私よく選んでるし、この人いいですか、うん、ファースト、はい、せーの、野村。あ、野村にしようと思ってた。あ、野村ジェームズ、うん、今2軍だけどね、うん、今2軍でホームラン打ってるから。今野村か大高迷って大田料理にしました。あ、おー、大田料理ね、大田料理、去年ファーストやってるので、うん、じゃあセカンド、はい、決めた。いいですか、はい、はい、せーの、竹岡。絶対言うこれ、竹岡。私、村松で、なかなかスタメンになれないんですけど。でも代打で出ていつもめっちゃ頑張って打ってるんですよ、村松くん ね、 ねでも年俸上がると思います。年俸上がるよね、はい、サード、はい、せーの、奈良間。あー、奈良間くんショートで行こうと思ったのに。ちょっと待って、嘘でしょ。あ、先こっちで行けばよかった。うわぁ、このサード誰？石上選手。ああ、サード守ってました。奈良間取られた。嘘奈良間ね。おう、奈良間です。もう次ショートで奈良間って決めてたのに。だから言ったじゃん、決めてても取られちゃうか、かぶっちゃうよっていう。本当ですね、ショート。俺もショート決まってるから。今もうあとはもうね、全部決まってるから大丈夫。決まってます？うん、もう。いや、俺、佐藤さん、もう、ここまで予定してて取れなかったのは、松尾だけ。あとは全部予定通り。予定通り？うん。まあ、太田も予定してたんだけど。うん、でも、まあ、内野は、竹岡もいっぱいいるし。これ、うん、2軍のファームで、このポジション守ってたりとかでもいいですか？うん、別に。1軍で試合出たことあるけど、そのポジションじゃないけど2軍で守ってるみたいな。もういいんじゃない？いいですか？うん、はい、じゃあショート決まりました、うんうん、はい、幅広くいかないとね、いなくなるから、はい、いくよ、せーの、友杉。友杉です、はい、私二股くん今ブレイク中の、だから佐々木は12球団別で、はい、友杉じゃなくて佐藤として使用した。あー、そっちにしたんですね。ここに友杉を置いとくために、はい、私は二股くんで、うん、広島のね、はい、よし、今内野手に転向したのに外野でも出てるんで、うん、まあどっちも守れた方がいいからね、はい、じゃあレフト、
俺あの、おばたも用意してたでしょ。そうなんですよね、うん、僕おばたかなと思って。年齢そっか、まだそんな若いのか、うんうん、俺はもうおばたも用意してたから。なるほど。万が一、この友杉とかが取れなかったら西岡かな。なるほど。レフト。はい、レフト。オッケー、はい、オッケー。せーの、前川。うわー、そう。右京くん取れないの？トラモトは取れないよ。右京は取れないでしょ。右京取れないの？うん、あと守備位置が分かりづらいな。そうなんですよ。調べにくいね。まあ、どこを守ってるか。はい。じゃあもう外野守備位置関係なしにする？3人。あ、そうしますか。外野。うん。そうしようか。その方がちょっと若手は選びやすいですね。うん、分かりづらいね。はい。じゃあまあもう前側はなしにして。はい。じゃあもう外野は好きな選手を1、2、3で。3でいきますか。うん、ポジションも関係なく。はい。はい、オッケー。オッケー。はい。じゃあいくよ。うん。せーの。岡林。あ、岡林選手ね。うん。ん私、三好選手、中日。うん、三好ね。はい。ちょっと待ってください、うん、中日三好は年齢いってるはずですよ。え、嘘。社会人上がりから来てるはずなんで。97年生まれです。だいぶいってますけど。だいぶいってますけど。嘘。だって社会人経由なんだ。26だ。行き過ぎ、行き過ぎでしょ。はい、じゃあ はい、最後に一人好きなの取ってください。はい、続いていきましょう。はい、続いていきましょう。はい、行くよ。せーの、萩尾。あー、萩尾ね。萩尾です、はい、私、あの田村選手ね、うん、カープの、うん、ちょっと待って、私もうそんな、ちょっとそんなに候補がいない。びっくりした三好、そんな言ってました。田中さん、行き過ぎ。そんな言ってました。うん、あの、早生まれとかだったらまだわかるけど行き過ぎです。そんな言ってました。26は オーバーしすぎです。ですね。俺も最初調べるときに2000年調べて、はい、あ、こいつもいけんねやと思って、はい、平とか佐伯とか、あ、湯浅とかいけんだ、清宮とかと思ったら、うん、俺99年、98年下がってておっさんだって言ってるやん。そうです、ね、2001、2って行かなきゃいけなかったのに間違えちゃって。あ、ここ行けばよかったな。行けばいいやん。違う、あの、内野手で見つけちゃった。遅いって。何野手だった。ちなみに水野選手。ああ、そうだね。あの、二股くん最初レフトで行こうと思った。でもショートあれどうしようってなってずらしたわけですよ。だから水野選手をショートで行って。そういうの多いね。そう いい勉強だったね。プロ野球ニュース使えるね。なったこの失敗を生かして、はい、この失敗どこで生かすんですか。プロ野球ニュースで守備地いや、その選手はここも守れてますよって。いや、確かにこっちも行きますからね。確かに水野選手意外と若いですからね。高卒から JR 四国ですからね。だから3年目からプロ入りですからね。そう、だから21歳でプロ入りしてますからって。そうで、今年3年目か。そうだから社会人から来ると言ってると思っちゃうから。高卒社会人だとね、まあちょっと猶予あるからね。ちょっと時を戻そう。戻せません。まあ、じゃあとりあえずもう行きます。はい、いいの。はい、いいですか。はい、せーの、浅野。ああ、はつきね。カープ。はい、私、巨人の浅野選手。俺、名前、あと一人じゃん。あと一人、あ、そうそう。俺、名前書いてるやつ、ほぼ全部いけてる。お、私も内野は、あの、水野選手見落としてたぐらいで。あと、奈良間ね。そう、あんな、そうだそうだ。そう、ショートだから、奈良間くんにしようと思ってたから、どうしようとなったんだ。そうだ。で、二股くんにしたんだ。いや、あの、オリックスの北選手とかは、来たが来たとか言いつつ一回も来ないですよね。あと長谷川慎也ちゃう。ああ、セーブね。あ、長谷川いいかも。あれ、年齢大丈夫ですか。大丈夫です。2002年生まれ。あ、本当だ。長谷川にしよう。長谷川。久保じゃん。久保修。あ、久保修もいけるんだ。え、そうやって見ると意外といますね。だからいるって言って。ファインプレーだしね。うん。あ、久保修いいな。あ、でも久保選手600万か。そして長谷川。小田いけるよ。小田。ん？小田、ドラゴンズの小田。小田ね、うん、独立から足当たって、うんうん、私じゃ あの西武の長谷川選手にします。はい、え、佐藤さん DH 忘れてましたね。あ、 DH あんの。あ、じゃあ DH DH 忘れた、うん、
じゃあ今言ってるついてる確かに私、久保選手いいですねとか言っちゃいそうに今あ、DH 取りやがって、ちょっと引き出し出しすぎだなこれなんなん今のくらい DH 忘れてたの。本当ですね。いや引き出し出しすぎだな、うん、今いっぱいお土産でもこれは別に外野じゃなくてもいいからね。そうですね、うん、内野でもいいから。じゃあいいですか。はい、いくよ。はい、せーの、水野。水野ねえ、DH 忘れてた。笑っちゃったじゃん。もう俺が想像言っていい、あの万が一羽川さんが久保とかって言って俺が水を言ってあーっていうのを想像しちゃって笑っちゃったねえ、ね、ほんとさ DH 忘れててさ、いや水野選手がとか言ってもうバカすぎる。ただでもめっちゃ手の内教えてくれたしもう5年もやってるから俺は仲いいな、はい、俺幸せやな、こんなで喜べて楽しめるもう今汗かいてきたもんいや俺らほんと幸せやな。いやもう DH 忘れてたよ。もう DH なしでいきます。うん、もう DH なしでいこうか。なしでいきますか。ああ、うん、じゃあこれに限っては11枠で、ああこれで DH なしにしよう。はい、そうしましょうバカすぎるはい、ということで皆さんこんな感じです。総額でいいか。もう総額のこう出てますから。はい、ここで3億2750万。はい、誰が、佐藤さん、はい、うん、川さんが1億7000。安い。ちょっと今年戦略不足だったな皆さんもぜひ一緒にやってみてください。はい、はい。